はい、神社にね革ジャンで行ったら睨まれたという話です。神社に革ジャンで行ったら睨まれたという話です。私ね数年前に、ちょっと神社に行ってですね、神社に革ジャン着て行ったんですね。その時はですね、神社に行く時の服装マナーというかね、それは知らなくって、なんか買い物かなんか行ったついでに神社に行ったんで、そのままの格好で革ジャンで行ったわけで、まあ神社なんで、まあ手水みたいなの洗ってですね、でお賽銭入れて お参りして、で、その神社をなんか歩いて出口まで行こうとしたらですね、行きの時もね、この入った直後にですね、神社の中でなんかイベントというかやってたわけ。多分ね、あれ七五三かなんかのまあお祈りというか、祈祷ですよね。あるいは厄払いかもしれないけども、まあ、とにかく家族がいて、お父さんお母さん子供みたいな家族がいて、で宮司さんがね、この境内にこうちょっとしたプレハブ小屋みたいな、もちろんプレハブじゃないんだけども、プレハブ小屋仮設のこう外から見えるような、中から見えるような祭壇みたいなのを作っていて、その中でこう祈祷をしてるわけね、お祈りをしてるわけで、ああやってるなと思って、でも私は無関係なんで横胸見つつ、こうお賽銭をね、入れてお祈りをしたわけで、その帰りにですね、革ジャンで出口の方に向かっていたらね、宮司さんがと偶然こう儀式が終わったような感じで、この装束で、出てきたわけね。出てきて私の方をこう見るわけですね。はい、で、あ、見られてると思ってたらですね、私は印象としてやっぱりちょっと睨まれてるような、ちょっときつい目で見られてるような、そんな感じを受けましたよね。不審者を見るような、不審者を見るような目で見られちゃったわけね。神社に参拝する人はいるわけだから、一人でもね来るわけだから、まあ、不審者を見るようなきつい目で見られる筋合いはないですよね。だから原因としてはやはり、革ジャンなわけですね。でよく後から調べるとね、革製品というかね、そういう生き物の革でできたような殺生をイメージさせるような、そういう革ジャンはよろしくないと、神社ではダメなんじゃないのっていう、そういうマナーがあるらしいね、どうもね。本当に神社が革ジャンを嫌がってることが別にして、世間では、そういうことも言われてると、じゃあ革靴とかどうなんだっていう話になるよね。革靴と革のコートとか革のカバンとか、はい、もっと言えばフェイクファーはどうなんだと、フェイクの革ジャンはどうなんだと。フェイクの革ジャンはビニールなんで殺生じゃないよね。あるいはフェイクの毛皮、はい、あれもふわふわした化学繊維なんで別にいいと、もっと言うとですね、成人式の振袖の女性が寒いんで首から巻いてる白いふわふわのやつ、白いふわふわの綿毛みたいなやつ、あれも毛皮っぽいよね。イタチとかテンとかのそういうふわふわした毛皮っぽい、マフラーというか襟巻きですよね。まああれはフェイクファーだと思うんだけども、あれで神社行く人もいるだろうし、だからその辺どうなってんのとは思いますけども、まあとにかく神社には革ジャンはあんまりなのかなと私はその時は思いましたね。はい、そのね宮司さんのきつい、こちら見る目もですね、別の理由があったのかもしれない、
何か私に怨霊みたいなのがね乗り移っていたのかもしれないし、まあだから、確定はできないんだけども、まあとにかく、まあ原因はそれだったんじゃないかなとね今は